マーリンズ、ドジャース、18日、マイアミ、前日17日の同カードで48号を打ち、メジャー史上初の50から50の偉業まで2本塁打、2盗塁に迫っているドジャースの大谷翔平選手の打席で国員入りの特別級が使用されることが分かった。球団関係者によると、大谷が49号を打った後、 50号がかかった打席で通常のボールからアルファベットや数字が入った特別級に変更されるという。大谷が打ったボールがホームランになった際に記念級が本物であることを証明するため、今期は4月に同選手が日本選手最多対通算175本塁打と同最多の176本塁打のかかった打席に立った際に使用された。前回は日本選手の記録だったが、50から50。 は約150年の歴史を持つ MLB において史上初の快挙。50盗塁との同時達成が条件とはいえ、50号記念級が本物であると証明されれば、その価値が爆上がりすることは確実だ。いつ、どこで達成されるのか、誰が補給するのか、そして、補給した人物は大谷に手渡すのか、それともオークションに出品するのか、さらに、 出勤されたまにいくらで取引されるのか話題は尽きない。この日の大谷は試合前に術後初めて3日連続でキャッチボールを行い、ブルペンでは術後最多の30球を投げた。最速150キロを計測した。試合には1番、指名打者で出場する。